ブルーエンジェルス展示室国立海軍航空博物館はアメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラ海軍航空基地にある航空及び宇宙に関する博物館。1962年に開館した。その名の通り、この博物館はアメリカ海軍航空の歴史を記念するものである。150機以上の航空機、宇宙船が展示され、 それには以下のものが含まれている。これらの歴史的価値のある航空機は博物館の3万平方メートルの館内展示スペースと館外の37エーカーの敷地に展示されている。それらの展示に加えて博物館ではアイマックス劇場、ミュージアムショップ及び喫茶室を運営している。また博物館にはナショナルフライトアカデミーの本拠地が置かれ、 第7学年から第12学年までの生徒に、航空宇宙に関する科学と数学の重要性について教える6日間のプログラムを提供している。同アカデミーは、滞在中の生徒のための教室と宿泊用のスペースとして、博物館を24万5000平方ィート拡大することを計画している。博物館は感謝祭、クリスマスと元日を除く。 毎日午前9時から午後5時まで開館している。駐車場と博物館への入場は無料だが、寄付を受け付けている。館内にある劇場等の一部施設では別途、入場料が必要となる。3月から11月までの期間、大抵の火曜日と水曜日の朝には、天候次第で、博物館からブルーエンジェルスの飛行展示訓練が見られる場合がある。飛行展示訓練の予定表は、 ブルーエンジェルスのウェブサイトから閲覧可能である。国立海軍航空博物館の玄関長は、ブルーエンジェルスのメンバーでもあったロバート・エル・ラスマッセン、大役大佐である。大佐は著名なアーティストでもあり、館内の像の多くを手彫りで作成し、また油彩や水彩の絵画の多くも、自ら描いている。ありがとうございます。